今に続くロボットアニメの文化ってホバーパイルダーがマジンガー Z の頭部に収まった瞬間に始まってるんですよ。あれが一発で今に至るスーパーロボットのコンセプトを決定づけちゃってるんです。人の頭脳を加えた時にと歌にもありますけれども、まさにその抜けてる部分が埋まってマジンガー Z が起動する、大いなるパワーを宿すみたいなシステムが実は一番好きだったんじゃないかなと、この年になって、子供が見てリアリティを直接的に感じられる一番分かりやすい答えは何だろうと言ったらは、足の中のサスペンションだと思って、やっぱ自前でできるという企業の強みというか、だから公衆力研究所って何でも内製化してオリジナリティとんがった組織なんだろうなっていうのはすごい思う。僕やっぱりね、一番好きなのはやっぱりね、暗黒大将軍ですよ。あれはね、超えられない、いまだに、あ、もう無理ですっていう、あの壊れ方とかやられ方ってある種の芸術ですよ。でグレートマジンガーが、そのマジンガーが苦戦した敵を簡単にやっつけて、翌週からグレートマジンガーが始まるんですけど、それがもうすごい悔しくて、しばらくグレートマジンガー嫌いでしたね。鎌田浩二ってマジンガー Z をすごく信頼してるし好きなんで、カイザーに乗り換えるにはなんか衝撃的なきっかけがないとダメだな、これは違うみたいなことを言われなかったっていうのは、まあそれは本当に原作の永井豪先生作品の懐の深さでもあるし、東映アニメ作品の懐の深さだと思うんですよね。アレンジした場合にガゼットが好きな人当然世代、若い世代の人にはいるわけですし、それはそれぞれの世代の人がそれぞれの作品を楽しめばいいんじゃないかなって僕は思いますし、ただ僕はオリジナルの東映動画版のマジンガーゼットをずっと愛してきたし、これからも愛していく